Text to speech unavailable here。 まるで深い地の底から響くようなこの鼓動、態度、メイド、虚ろの夜の深淵を導く我が身の権限のすべてを注ぐ、気づいた光と闇の祭壇。もう少しこの夜の核となる深淵がその姿を表すのよ。そしてここに誘われる数多くの愚かなインバースたち、そのイグジスは我が血となり、肉となり、魂となり、さらなる力をこの身に宿らせる。ヤトの姫のリンネの秘術と一緒にいた坊やの所持するインスレーター、この二つが私のものとなればリバースへの扉に手をかけたも当然のこと。そうなればアイオンが相手だろうと恐れることはなくなるはず。最高、最高だわ。どれほどに待ったことか、この日を、この時を。待っていなさい、アーデルハイト、そしてクオン。このパラドクスにリバースとなる資格を手にし、あんたたちの古びた首を取る。そしてこの世界を、この夜を、我らアムネジアが全て牛耳る。けど深淵の現実にはもうしばらくの時間がいる。それまでの退屈しのぎ、我が祭壇の周囲をうろつく雑魚どもの掃除でもしに行こうかしらね。手早く、苦しまないよ。今日はサクッと終わらせてあげるわ。だって今日の私はとても機嫌がいいんだから。けど奇遇ね、こんなとこで。あんたは深淵になんて興味ないもんだと思ってたけど、それとも強者と出会える機会と見込んでのことかしら。あまりに明けすけであったか。実際最も強き者がこうしてうろうろしているではないか。もうしばらくはおとなしくしててくれるかと思ったけど、意外と暗い性のない子だったのね。いいわ、お預けもかわいそうだし、そろそろ一度くらい相手してあげる。願ってもないばよ、加減などいらぬ、本気で来るのだな。お前自身の器の狭さ、そして世の広さ、思い知ることとなろう。ファーストフローズディバイド。行きなさい、跳ねなさい、まだまだよ。行きなさい、しなさい、跳ねなさい、うなぎなさい。まだまだ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、どう行きなさい、どう。そんな。じゃあ、もったいな。どう行きなさい、しなさい、痛い。じゃあ、このチャンス。やる。痛い。行きなさい、しなさい、跳ねなさい。もうあるわ。セカンドクローズディバイド。行きなさい、
深淵が現出するまで少しの間の退屈しのぎと考えてたけど、あんたが動いてくるとは意外だったわ、ハーベスターゴルド。おいおい、相変わらずいい加減な女だな。こんなとこ出歩いてていいのか。こっちとしては苦労して深淵へ向かう手間が省けて助かるってもんだが、あんたが何をしに来たのかなんて野暮な質問よね。衰えは微塵も見えないとはいえ、長く前線を離れていた今のあなたに本気モードの私が止められるかしら。前線を離れたか、否定はしないが、お前さんに言われると心が痛むね。何を言ってもわからないだろうが、己の野望に溺れ醜い虚無と化す前に諦めさせてやるさ。ファーストクローズディバイド。